FM 流振動 DJ のルシンです。まあだから YouTube におけるカルチャーって何なのっていう話なんですけれども、まあ一つはこの YouTuber って言われる人たちの、まあどんな番組を作るかっていうところなんですけれども、まあ今子ども向けの内容のものだったり、まあ10代、もしくは20代前半ぐらい向けのエンタメ系の動画は非常に、まあ、数が多いと思うんですよ。ただそのいわゆるもうちょっと上のレベルの大人向けの YouTube 番組ってどれぐらいあるだろうっていうのを考えてみたら分かりやすいと思うんですよね。じゃあ20代後半もしくは30代もしくは40代向けの、まあ、話題であったりその内容に向けている動画どれぐらいありますかと、もうちょっと言うと60代もしくは70代80代の方が、まあ、楽しめるようなコンテンツどれだけありますかっていう話なんですよ。でこれもちろん、テレビ のコピーは除きますよ。そういうそのなんていうのかな、作られた映像を YouTube にコピーしている違法アップロード系の内容のものは除くんですけれども、要するにカルチャーが作られる時っていうのはその大人向けのものであったり、まあ、いろいろなその年齢層に対して、まあ、ちゃんとコンテンツがあるような状態じゃないと物足りなくなってくるわけですよ。で YouTube 見て育ったキッズいますよね。小学校の頃、中学校の頃、高校の頃、大学生の頃 YouTube 毎日見てました。YouTube の、まあ、YouTuber の好きな YouTuber がいますとかね、こういう人のファンです。でそういう人たちが、まあ、この10年っていうね時を経て大人になったとします。であなたが大人になった時にいつまでもその子供向けの番組を見て喜んでいるんですかって話なんですよね。やっぱりそんなこと現実的にはそんなことはありえないわけで、やっぱりその大人になったらちょっとこう子供向けのコンテンツは物足りないなっていう風になっていくんだと思うんですよ。でもちろんだからテレビ番組なんか見てるとやっぱりそこら辺はすごくその年齢層っていうのをすごく意識してて、まあ子供向けの番組もあれば大人向けの番組もあれば、例えばその障害教育じゃないですけれども、まあ大人になってから勉強できるような教育系のテレビもあるわけですよ。でそういう意味ではその例えばその教養を深めるようなコンテンツっていうのは YouTube はまだまだ弱いかなっていうふうに思うんですね。でじゃあなんでそういうその部分が YouTube が弱いのかっていうと、そういうやっぱりその専門的な知識とかスキル技術が必要な番組を作るのが難しいからなんですよね。まあこれ考えれば分かることだし、そういうものなんですけど、まあ、要するにはじめ社長だったり、まあ、まあ名前出さなくていいんですけども、そういう人気のある YouTuber さんは、まあ、顔が、まあ、ハンサムであったりね、まあ、女性の方だと顔が美人さんであったり、もしくはその面白いことをやってくれるみたいなエンタメ要素にちょっと寄ってて、じゃあそのある特定のね、まあその知識があったり、まあ、教養があったりスキルを持っている人がじゃあ YouTube の番組を作ろうかってなった時に、じゃあそれが結果的にどうなるかって話なんですよね。まあ今の YouTube のシステム的な問題もあるのかもしれないんですけれども、まあ、成功しにくいわけですよ。そういう、まあ、特殊なね知識とか技術をとかスキルとかを伝えるような番組を作った場合ね、じゃあそうやってカルチャーを作っていくためにはどうしたらいいのかっていうと、これテレビの制作会社にも似た考え方かもしれないんですけれども、YouTube っていう企業が、まあ、そういうその何か世の中の役に立つような番組を、まあ、YouTuber さんにお金を出してでもいいから作ってもらうことなんですよね。だちょっと NHK とも考え方が似ているかもしれません。そういう意味では必要なものであったら
ちゃんとそのものに対して価値を見出して、ちゃんとお金も払うし、ちゃんとその映像を作っていくっていうことですね。で、今の YouTuber の場合はシステム的に、まあ、人気のある、映像を作らないと結局お金にならないから儲からないから誰も作らないっていう構造オンリーなんですよ。で、それもありです。ただそのやり方を一つに限定するのではなくて、まあ、いくつかのね方法論に従って、まあ、例えばその映像制作班であったり、その映像制作をするチームに対してお金を支払いますよみたいなね、まあ、そういうその公募型の、映像作家をこう応募したり公募したり、まあ、そういう雇ったりするようなシステムがあってもいいのかなと思います。もちろんそれはその場合は審査すればね、いい話でどういうコンテンツを作れるんですかっていうことを審査すれば済む問題なので、まあ、そういうことに力を入れると、多分その YouTube でも教育系の番組もすごく伸びるだろうし、まあ、教育、もうちょっと言った方がいいか、教育点教養系の番組もきっと伸びると思います。で、まあ、僕がやってるこの FM 流振動も、まあ、ラジオ系っていう、まあ、一つの、まあ、ジャンルを、まあ、確立したいなというか、そういう一つの、まあ、ラジオ系っていうねものを流行らせたいなと思ってやってる、まあ、布教活動的なね意味合いもあるので、まあ、そういうその一個の尖ったジャンルをやってる人に対しては、まあ、その助成金を出すとかね、そういう YouTube のシステムがあるといいのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ちょっとごめんなさい、もしすでにこういうシステムがある場合、仮にですよ、その場合ちょっと話が、重複してしまっているので、その際はすいません、まあ、僕がちょっと調べ不足っていうことですねになりますので、その時はすいませんです。で、ちょっとまた話は戻るんですけれども、まあデジオの話ですよ。で、結局そのデジオっていうものも多分そのすごく面白いジャンルなんですよね。ただその続ける人がもう少なくなってきちゃったっていうことに関しては、やはりちょっとまたカリスマが、なんていうのかな、カリスマ性のある人が、まあ、特に今続けているそのいわゆる、まあ、デジオ戦士みたいな人がいるんですけれども、そういう人たちがまた周りのねいろいろな人たちを巻き込んでデジオ人口を増やしていくっていう、まあ、そういうちょっとキャンペーンを張っていくことも必要なのかもしれません。まあ、なんとなくそういうふうなことを僕は感じています。で、この FM 流振動の番組聞いて、あ、ラジオやってみようかなって思う人がもしね一人でも二人でもいて増えたら、僕はすごく嬉しいなと思うし、まあ、家がね近ければ、多少ね、まあ、どういうノウハウがあるのかみたいな話を、まあ、お話しさせに、まあ、まあ軽くですけどね、僕にできるような範囲でアドバイスさせてもらえたらとも思うので、機材の選び方だったり編集の仕方に関してですね、はい、ということで、まあ時々ね僕もこのデジをみんなで始めようよやろうよって話しているんですけれども、まあそもそもこの番組のだからチャンネル登録者数と視聴者数が少ないことが問題なんですよ、一つは。だから僕も頑張って魅力的なコンテンツをね、まあ面白いトークをしていかなきゃいけないですし、もしくはそのちゃんと人に知ってもらうための努力もしていかないといけないんだなということを考えております。本日は、ここら辺で失礼いたします。ありがとうございました。 FM 流振動、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。